はい、フォールアウト76続きやっていきたいと思います。けど前回パートでね、荷物落として、まあ、死んじゃって、まあ、回収不可能なあのマインクラフトでいうね、まあ、溶岩ドラあのダイブみたいな感じで裂け目の中なんでどうしようもないんだよね。落ちた瞬間死んでしまうし、なんでちょっとねやばいです。大丈夫そうだけど、じゃんみたいな。こんな状態ですわ。あの、鉄も鉛もないからね、弾が作れない状況になってるんですよね。だから今手持ちの、これとこれ。ぐらいなもんかな。ちょっとやばいな。ちょっと読み込み時間かかってるしな。45口径。そうだな、ちょっと困ったけど。しょうがない。なるべく戦わないで行く感じです。だけど、やっぱりね、前回パートの続きということで、やっぱ取られてるな、あそこ。ここ誰も取ってないか。そうね。ここに向かっていこうと思います。パンプキンハウス、パストラベルで飛んで、そっからね、今日の冒険、お散歩、始まっていく感じですけど、前回ね、そこの、パンプキンハウスの周辺で、スコーチビーストと争うことになりまして、とんでもないことになってね、それが原因で、あとスーパーミュまたそんなこと言ってんのか。まあじゃあそんな感じでここから歩いて、あ、ボルト94あるんだ。そうだな、ボルト94目指していこうか。何がいるかは知らないけど、あと、そうなんだよね。修理もしてないんだよね。いつもなんかさ、終えるときに、武器のさ、手入れしてから、落ちるんだけど、そんな感じですよ。ジャンクね、全部落としてきちゃったから。困ったもんだな。なんで、あとね、ちょっと木屑も、木もちょっと取っていきたい感じですけど、何？バグってんな。なんかお家あるよな。ボルトより近いくない？手前ならいいんだけど、ちょっと微妙に気配？ああ、なるほどね。そういうことか。なんかあったっけ？じゃないしな。これでね、これ被ればよさげなんだけど、なになに、あー、同じクエストか。昨日もありましたね。
デイリーなんだよな。ちょっときついな。パワーアーマーもさ、フュージョンコアがないから、なんともね、なんだ？あ、そこボルトか。いきなりか。よし、一応、ロケーション発見して、わお。お、ぬかチェリー、ぬかコーラ。よし。じゃあ、とりあえず、一回ここで、自ら落ちて、再開したいと思います。はい。戻ってきました。行きましょうか。まあ、とりあえず、まずここだよな。うん。ちょっとジャンクを集めていかないと、どうにもならないんで。特に変なのはいないか。この辺は、ダメか。何の音だ？ちょっとだけ中見てみよう。うん。弾もないからあんま、やばくないか。生体反応は感じないけど。押せないな。ちょっと動かないで待ちなさいみたいな感じのこと。なんだなんだこの音。フォールアウトニューベガスで、人と緑が融合してる感じのやつが、あったよね。急に植物の中から出てくる可能性があるから、これ絶対食虫植物的な感じだもんな。有毒なためだな。変な音鳴ってんだけどな。ダメか。うん、多分ね、どっか発電所かなんかを起動させてからかな。なんかあるよね、絶対ここ。まあ出ましょう。いやー、ドキドキするなー。だけどもしかしたらさ、沼地だから、今行くなんとかステーツってところにも有毒ガスがあるから、
断念しなくちゃいけないのかもしれないけど、このことか。お？GPS にして。まあ行くか。眩しすぎてちょっと見えないんだけど。大丈夫か。デスクロートがこの雰囲気いるよね。どこ？見えないぞ。まあまあ無理に行かなくていいか。まあ道沿いにっていうか、これ有毒ガスだよなこれ。なんか反応があったら服着替えようか。静かすぎない？足音も何も聞こえないから。風の音もなんか止まっちゃったもんな。ゴーチビーストだ。逃げろ逃げろ逃げろ。これはまずい。一回退却。グレネード装備するの忘れた。どうだ、スコーチビーストにまたバレちゃったのか。バレてないか。いけるね。ちょっと歩こう。歩いて AP 回復しながら。あれまた、ロケット、レッドロケット、あれ昨日のとこだよな。あ、うん、オッケーオッケー。足音が寄ってきてる気がするけど、うん、逃げ切れたか。ゴーチビーストはほんと厄介だからな。やつの、でも、バトルフィールドがここならば、なんとかいけるのか。あの、ね。ここに落ちちゃったんだよね。落ちたからさ、みたいな。よろしくやってくれ。お、いいね。取れないか。うわ、よかった、リロードしなかったんだ。危ない危ない。
やってるな。デンジャーって何がデンジャー？スコーチバーサーか。すごいことなってんぞ。お、いいね。光ってんですけど。あそこか。いける。オッケーオッケー。すごいぞ向こう、スコーチビースト。フレディ・フィアー、恐怖の家。絶対これ中いるよね、もっといっぱい。さっき殺したスコーチはどこ行った？と、こうしとこう。うん、先客がいたらしいな。ちょっとさっきの遺体を。しっくる。あとこいつか。火薬も取っとくか。はい、探索してみましょう。おっと、お、いいね。の、あおう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 、あっと、うわー、もうちょっと、オッケー、閉めとくわ。お、今見えたな、奥に動いてるの見えた。ちょっと先にこっちの方、ちょっとスパイス、コーヒーポット。おっと、うん、308そんな使わないんだよな。料理鍋とかこの辺いいんじゃないでしょうか。お、いいね。アルミアルミ、いいね、いい感じ、いい感じ。あ、レシピ本だ。オッケー。じゃあここも開けましょう。
お、いいね。ガラスピッチャー。うん、誰かが戦ってくれたんだな。ピラノ服装備中にウェンディゴを倒せ。ってことはウェンディゴが湧いてるってことか。勘弁してください。なんかあっちに動くのが見えたからあっちの方に行ってると思うんだよね。なんかあるな、こっちにも。なんだ？うわ、神秘的だな。うん？なんだあれ？ああ、なんでもないか。退化した。ハーミットクラブ。うん、なんか変な音が聞こえてきたぞ。鳥も鳴いてるな。足音みたいな聞こえたぞ今。大丈夫か。アビーのバンカー、ここですよ目的地は。監督官のログ、フリーステイツのバンカーにいて、裏切り者のサム・ブラックウェルとローリー・クレイ、さらに彼らを支持する分離主義者たちはフリーステイツのためにアメリカを捨てました。コンクリートのバンカーがありますが、ボルトテックの放射能防護効果をパスできないような代物です。彼らの妄想はとどまるところを知らず、その結果他の生存者に助けを求めたようです。このターミナルをハッキングして彼らの残したものと目的を探さなければ。グールとかいそうだな。はい、じゃあ頑張っていきますか。行きましょう。
もうホラーだよねこれ。アビ？もしあなたがこれを聞いているなら、私はもうこの世にいない。私はフリーステージという組織に属しています。そこで命を懸けて、スコーチ探知システムを完成させようとしていたわ。システムがあれば、スコーチの接近を探知することが可能になって、スコーチビーストにうまく対処できるようになる。手を貸してくれるなら、システムを完成させるための音声指示があるわ。まずは、最後の連絡用アップリンクを見つけて。でも壊れている可能性が高いわ。アップリンクはマディガンという男性に預けてあるの。世界の頂上のアンテナに取り付けるよう指示してね。アップリンクを見つけたらここにある作業台を使って修理して、その後はメイン SDS ターミナルで次の指示を聞いてほしい。まだそこにいるのは死んだ女の子の頼みを聞いてくれるということね。幸運を祈るわ。違うのならコーチには気をつけて。これを聞いているのがマディガンなら最悪のタイミングね。いっぱいいるな。できぞ。キー。これはなんだ。こんにちは誰かさん。ああ、こんな言い出しいまいちよね。わかってる。みんな一人よ。誰も聞いてはくれないし、判断もしてくれない。一言だって話せない。最高よね。お元気？生存者さん？ああ、どっちにしろいまいちか。私たちみんなが死に絶えた後の知らないバンカーにようこそ。ところで、大量で超危険だけど、やりがいだけはある仕事をやってみたい？乗ってくれるわよね。当然よね。だって人類の運命がかかってるんですもの。そして、ここで私の仕事も終わり。なんだなんだ？いいわ。私ならできる。これくらいできる。これは彼らのためで、あなたのためじゃない。彼らのためならできるわ。彼らのためだもの。うん、鉛筆の余りだからな。ニラジのターミナル。なるほど。ちょっと便利になるね、そのあれが使えるとするならば。鉛筆鉛筆。これなんだこれ。まあこの先だな。行こうか。いっぱいいるなぁ。
巨大な昆虫を倒す。まあここでちょっと解体もできるな。ちょっと解体しましょう。で、クエスト関連の、なんかさっき作ってとか言ってたよね。クエストアイテム。アップリンク、これか。接着剤が足りないってことか。困ったな。とはいえ、多分この中にあるので接着剤が賄えるんじゃないでしょうか。いや、一応さ、クエストアイテム、よし。お、フュージョンコアあるじゃん。助かった。オレンジキャニスター、お、これでいったんじゃないかな。あ、ダメか。接着図粘着系がなかなかね、難しいんよね。結構装備の直すのでも必要だし、まあこの辺の素材で、多分親切にも多分ね生きるはずと思うんだよね。だけど急になんか出てくると思うよ、敵が。あ、鉛筆鉛筆ペンか。まあ BOS といろいろ関連して楽しいね。
状況は良くなるっていうあなたの愚かな見通しのせいで、これが最高だったって。それでこれは私一人じゃできないわ。一人じゃやりたくない。元の状態に戻したいだけなの。なるほど。まあどうにもならないんだよな。とりあえず回収したけど、あーアルミとか大量だな。ブリキ缶もだから、これで弾は作れそうだよねきっと。まず解体してクラフト。クエストアイテムは、あ、いけたか。で、あと弾薬。休憩。行きましょう。まあ素材も大量だな。あ、スインパックにも期限あるんだよな。そんな当たり前のことを。また遠いな。うん、ここの多分もう水はなくなってると思うんだよね。うわー、ここも気になるな。よし、今日のところはこんなとこでいい感じなのかな。どっから上がるんだっけ。あ、こっち。他に拾うものはないな。もしかしたらさっきの見かけた人いなくなってるな。よし、とりあえず出ましょう。なんかガッガッガッとね、世界が広がっていくね。なるほど。遠いな。よし、まあとりあえず今回は、そうだな。まずとりあえず水飲もう。水大量にあるしな。よし、今日の探索はこの辺で打ち切りにして戻りましょう。まあ戻ると同時に何かしら湧いてると思うからね、その処理をしてベッドの前で終わりましょう。まあ、とりあえず、まあ、目的地に着いたし、話も済んだし、
いんじゃないでしょうか。ここ結構ボケっとしてられないからね。水確保。よし。はい。ちょっと何やってんの。よし。じゃあ、このとこで今日は終わりたいと思います。お疲れ様でした。ありがとうございました。